はい、こんにちは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はですね、佐賀市内を走っている今裁判所の前をまっすぐ行くと佐賀玉屋に行くんですけれども、今佐賀玉屋が北海道物産展をしているんですね。なので結構駐車場が混み合っているので、他の道を通ってみたいと思います。まあ、どこへ行くかというと、ただぐるっと回っているだけなんですけれども、まあ、せっかくなのでね、佐賀市内をちょっと回ってみたいと思います。で、今日はですね、スズキのスイフトからお届けしています。で、このスズキスイフト何がいいかっていうとですね、これ現行の方になるのかな、でももう何年式なんだろう、もうだいぶ前なんですけども、こうトランクが広くなったので使いやすくなったっていうところが一つ利点なのと、やっぱり軽いんですよね。で、軽いっていうのはやっぱりいいことだと僕は思っているので、まあ 1200cc の NA のエンジンなんですけども、意外とですね、力強いエンジンで、しかも車重が軽いので、そんなにこう非力な感じが全然しないんですよね。なので乗りやすい、で使いやすい、で大きさもちょうどいい、で運転していて楽しいっていう車なので、これは結構僕はおすすめな車の一つなんですよね。なのでコンパクトカー考えられてる方っていうのは、今であればヤリスと、まあ、フィットと、あとはスイフトとみたいな感じで結構候補がたくさんあると思うんですよね。あとは、まあ、今ちょうど前を走ってばフィアット500なんていうのも楽しいですよね。なのでこういったこうコンパクトカーっていうのは僕結構好きでですね、乗り継いできたんですけども、まあ、このスイフト、個人的にはおすすめですね。で、1位もやっぱり国産なので壊れないですし、燃費もですね、今ガソリン入れてからが 14.9 っていうことなので、燃費もそこそこいいで、走っていて楽しいっていうことなので、まあ、500のアバルトとかになると結構値段もしますし、廃屋なので今ガソリンが高いので、まあ、維持費もそこそこかかりますよね。で、フィアット実は僕2台乗り継いでいて、フィアットのプントの HGT っていう車をですね、2台同じ車を乗り継いだんです。で、これはですね、結構楽しかったんですよね。こう、まあ、スイフトよりも、大きさで言ったら一回りちっちゃいぐらいなのかな？なのにもかかわらず、こう、1800の、まあ、そんなに速いエンジンじゃないんですけども、エンジンがついていて、こう、元気よく走るっていうのでは、フィアットのプント HGT 楽しかったですね。で、結構かっこよかったんですよ。なので個人的には好きだったので2台乗り継いだんですけども、まあ、今はね、1台実はまだ持ったままになってるんですけれども、使い道がなくて、車屋さんに置きっぱなしっていうかなり迷惑な状態になっているので、まあ、興味がある方はね、安くお譲りするので、ぜひぜひ連絡ください。で、まあ、この500、スイフトなんですけども、やっぱりこのマニュアルっていう設定を残してくれてたっていうところが個人的には嬉しいですよね。で、マニュアルの車っていうのが僕個人的に好きなので、こう、家の車は2台ともマニュアル。僕、まあ S660 も当然マニュアルですし、このセイフトもマニュアルなんですけども、こう、やっぱりマニュアルの車の方が、こう、A 地点から B 地点移動するっていうのが結構楽しいんですよね。なので、こう、やっぱり移動時間が楽しい。のかもしくはつまらないのかっていうのは、こう人生の中でかなりの、特に田舎に住んでると、こう公共の交通機関というよりは車に乗っている時間が長いので、やっぱりこう移動時間をいかに楽しくするのかっていうのは、それこそこのフィアット500じゃないですけども、こうフィアットの車乗っている頃にお世話になっていた、今でもお世話に当然なっているんですよ、お店のカーショップ鳥見さんっていうところの鳥見さんに教わったのが、こう移動する時間をいかに楽しくするのかっていうのが人生の楽しみ方の一つだよみたいなのを教えてもらってからは、やっぱり車をより好きになった気がしますね。なのでこうやってこう軽くて元気に走る車っていうのが個人的には好みかなという気がします。まあ速い車、例えばポルシェとかフェラーリとかっていうのも乗ってみたいんですけれども、やっぱり怖いっていうのがありますよね、速い車はね。で、乗りこなせないっていうのもありますので、僕の中ではですね、このスイフトの 1200cc のエンジンでも僕の腕ではちょっと乗りこなすのには行動では難しいなっていうような気がするぐらい、結構パンチがある気がします。なので、軽自動車 S660 乗るまでは軽自動車に乗ることなんてないだろうなって正直思っていたんですけども、やっぱりエンジン考えた時に、こう行動で使い切るって考えたら S660 でも個人的には NA でも良かったんじゃないかっていうぐらい、力強い感じがするんですよね。まあ、上り坂はちょっと物足りないことさすがにありますけども、上手に走れば速く走れるので、そう考えると、こう車の性能を使い切る楽しさっていうのを考えたら、軽自動車ってすごくよくできてるなっていう気がするんですね。で、
軽自動車の何がすごいかっていうのが、やっぱりこう大きさの枠が決まってますよね。でエンジンも一応自主規制とはいえ64馬力って決まっているので、その枠の中で物を作るっていうのはやっぱり日本人の得意な分野なんだなって改めて感じますよね。これ海外ではやっぱりこうとっくにそんな枠取り取っ払あったところで取っ払ってるでしょうから、なのでそう、やっぱり軽自動車っていうのは日本独特なものなんでしょうけれども、やっぱり僕の中では素晴らしいものだなと思ってますね。まあ、スイフト、車重が軽いのでこういった道も結構溶けて、ぐいぐい踏んでいても、結構スムーズに曲がるんですよ。で、足もですね、柔らかすぎず、硬すぎず、これノーマルなんですけども、本当にちょうどいいぐらいなんですよね。まあ、攻めるとちょっとさすがに柔らかいなと感じるんですけども、それでも粘ってくれるので、そんなにこうアンダーがすぐ出るっていうわけではないですけど、普通に走ったらアンダースヤーでまず出ないですから、そう考えると、まあ、よくできた車だなと思いますね。バランスがいいんですよね。なので、アクセルで、こう、ぐいぐい、FF の場合は踏んで曲がっていったら面白いんですけども、やっぱりこうバランスが悪いとアクセル踏んでもこう外に逃げちゃうっていうのがあるんですけども、これはやっぱりですね、車重が軽いので曲がってくれるんですよ。なのでそう考えるとスイフトおすすめですね。ということで、まあ右手佐賀城のお堀の周りを今日走ったんですけども、まっすぐ行くとまあ大谷、左に行くと佐賀大学があるので、まあ、今日はちょっと左に曲がってみようかなと思いますのでね。ということで、今日はスイフトの中からお届けしてみました。カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。